皆さんこんにちは。アセットクリエイター配信者の上野木隆一です。今回は皆様に私から出す DLC の第2弾ともなるレールローズオブジャパンをご紹介させていただきます。私は今回のレールローズオブジャパンを日本の鉄道がある風景を誰もが簡単に作ることができるようにするというコンセプトで制作しました。ですので今回のパックでは鉄道車両や駅ビルなど様々なアセットをゲームの制約が許す限り幅広く制作しています。鉄道車両は日本風の通勤型車両と特急型車両の2種類を制作しました。定員が500名を超える通勤型車両により過密輸送にも対応できるほか、特急型車両はその特徴的なフォルムが目を引きます。通勤型をベースにした地下鉄車両は地上鉄道との乗り入れ車両をイメージして作っています。駅については、特に土地の少ない大都市及び郊外にジャストフィットする駅を制作しました。対比線のついた2面4線の駅と対向式ホームの駅、これらを高架と地上それぞれで制作しています。プラットフォーム上の装飾にもこだわり、どの角度から見てもリアルな日本の鉄道を誰もが簡単に作れるようになっています。大型の駅ビルについては近代的なものとクラシカルなものを2点用意しました。近代的な駅ビルは全面ガラス張りとなっており、駅前に置くだけで一気にスタイリッシュな街並みを作ることができるでしょう。鉄道会社の本社ビルも用意しました。この DLC の中で一番高い高層ビルで日本らしい外見になっていると思います。これらのアセットに加え、私が前回出したモダンジャパンに含まれるアセット群を組み合わせて配置することで、より完成度の高い日本の駅前を作ることができると思います。また、鉄道があればバスもあるということで、日本風の路線バスとその車庫も制作しました。もちろん右側通行にも対応しています。この他にも、駅前に人が集まる公園と、そこで使う樹木やモニュメント、公衆トイレなどのプロップ群や、駅前にありがちなコインパーキングと、そこで使う看板などのプロップ群もセットにしています。これらの建物は、鉄道会社の本社ビルを除き、すべてが公園や駅などの複数設置可能な建物になっています。皆さんもぜひ、レールローズオブジャパンとともに、よりリアルな日本の鉄道の風景を作りましょう。ご視聴ありがとうございました。